はいどうも皆さんこんにちは、ピュアキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。なんかこの正月っぽいことなんか何一つもしてないな。正月っぽいことって言えば何って感じだけど、ちょっと待って、第一戦目でいきなりタイマンなんだけど二人なの？第一戦目で速攻来た。タイマンランク S キリヒコちゃん可愛いけど、可愛いか、あれあんま可愛くなかったね。スーパーマリオブラザーズ1の2、マジか。なんかそれっぽいんだけど、よし、ここは譲らねえぜ。キリヒコちゃんよ、ここは譲らねえぜ。よし、ここはあはははキリヒコちゃん、よし、負けないぞ俺は。オッケー、本当に1の2っぽい。なんか本当の1の2だったら俺勝てるわ。俺これこのゲームめっちゃやり尽くしてるからと思ったけど、よし、オッケー、キリヒコちゃん大丈夫、俺に勝てるかな。オッケー、でこのままジャンプ、そしてここでパックフラワーが出てくるから注意なんだよ。そうそうそう、これ上からマジで。キリヒコちゃんやるな、キリヒコちゃん待ってくれ待って、よし、キリヒコちゃん落ちたぞ、やったね。キリヒコちゃん早く来るんだ、キリヒコちゃん。当然ね、このピオキング待っててあげる。どうしよう、ありがとう。ちょっと意味わかんないけど、こっちに来てくださいとかどうやってつけるんだろう。なんか可愛いから名前が、ちょっと待っておこう。ここでフンフンしながら待っておこう。1、2、3、4、5、6、7キリヒコちゃんはいないな。なんで、あ、下にいるのか、もしかしたら土管の中入ってるからマークが出ないだけかな。こっちに来てくださいがないんだよね。キリヒコちゃんほら、やっぱ死んでんのかな、何回か。あ、待って、キリヒコちゃん、ちょっと待って、俺のゴール危ない、あー、取られるとこだったわ、びっくりしたー。今マジで負けると思ったわ。でも結構待ったよ、今1分は待ったね。1分、もう1分か2分ぐらい待っててゴールを奪われたら俺もう絶対待たねえ俺もう絶対人を待つことをしないよ、もうそんなんされたらさ。わ、なんか通信エラー起きそう、めっちゃ起きそうこれ。大丈夫、やっぱりか。なんかもう通信に失敗する時の感じが分かってきたわ。もう通信エラーをいちいちで動画につけんなよって話だけど、また2人 ?4 人でしたいな。でもね、2人だったらやりやすいね、やっぱり。待って、キリヒコちゃんだったらどうしよう。またキリヒコちゃんで会ってほしいな、ここは。やっぱ違うか、待って、めっちゃ強いんだけど。いや、こんな強い人と対マンできるチャンスとか絶対ないよね。ちょっと苦手な 3D だけど勝ってみせよう、このピオキング。待って、動きがやばい、もう倒産感がやばいこれ。でも俺は行くぜあ、いけねえ、このまんま。嘘、マジで、なんで幅跳びで行けばいいとかわかるの、すごいな、 S プラスやばいこれ、もうこの時点で負けてんのか俺は。よし、鈴出るかな、キノコか。待って、 S プラスであんだけ強い人はミスるわけないよね。よし、 OK、 いいね。でこのまま上に上がっていこう。あんな S プラスがねミスるわけないんだ。これはこのまんまこっちに行こうか。これはどっちだろう。なるほど、足場を作らなきゃいけないのか、こういう風に。 OK、 いいね。こっちじゃないのってことはどこにあるんだろう。あら、どこに行けばいいんだ、わかんない、マジでわかんないんだけど。ここかな、絶対ゴールするよね、もう。よし、でもそれでも頑張ってね、勝つ確率が少しでもあるうちはね、頑張ろう俺。よし、で土管に入る。なんかピコピコ押してくけど、まだゴールしないで、ちょっと待ってて、さっきの俺みたいな優しさをちょうだい、マリオ。あるでしょ、 S プラスまでなれば人を待つ優しさをあるでしょ。 OK、 そして右、待って、この子は危ない、あー、くそ、このフグが、もしかして待ってくれてんのかな、遅くない結構。
こうするで、もう一回オンオフしてオッケー。あ、待って待って、これは踏んづけていくのか。なるほど、よし、オッケー。で、これか。マジで食われたんだけど、こっからマジかよ、これしんど。もうゴールしていいよって感じだよね、待ってたら。いや、このコースね、めっちゃ面白いコースだよね。でも面白いコースなんだけど難しい。さっき俺がフグを食べられた場所には気をつけよう。こいつだ、倒しておこう。オッケー。絶対ゴール前いるよね、あのマリオ絶対待ってくれてると思うんだけど、だから俺はなるべく早めに行こうか、死なないように。多分待ってくれてると思うからいいねいいね、よし。でこれでカートに乗っていこうか。カートに乗ってっていいのかわかんないけど、オッケー。待って待って、邪魔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 、よし。多分マリオが待ってくれてんだ俺を。よし、ゴールはどこだ。え、中間ポイント。長くねこのコース。鍵2つ持ってるな。まだ勝てるチャンスあるってことか、もしかして。いいね、よし、早く早く、まだ勝てるチャンスがある。一枚行こう。これどうしたらいいの。ここか、 OK。 でこの赤いリフト OK。 そして1234OK。待って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 くれてなかった。いや、このコースでめっちゃよく作り込んでて楽しいと思う。ただただ死んだのが痛かったな、途中でフグに食われたところ。あれがなかったらちょっとワンチャンあったかもしれんよね。そしてなんでタイマンとタイマンなん、今日4人でしたいんだけど俺。これみんなでバトルじゃないぞ、これ誰かとバトルとかあなたとバトルみたいなになってるぞこれ。ただね、正月昼間集まんないんかな。俺今昼間やってんだけど、真っ昼間全然集まらないんだよね、ずっと1/4。そしてこの相手のゲーム機と通信できませんでしたが、一番意味わかんない。またタイマンじゃん、 4/2 ってなってる。今日ミンバトじゃない、こんなの、こんなのミンバトじゃない。まあこういうのもたまにはいいよね、その人とのね実力勝負って感じ。待って、この前の動画でこの子見た気がするんだけど、なんか俺とアバターが似てるねって言った子じゃない。待って、これマジ難しいんだけど、これまずねぶん投げたいんだけど、相手をまずぶん投げたいんだけど、でこう、あ待って、あそっちか、くそー危ない、よしオッケー、いいね。あー待って、あーちょっと、おえ速攻か、これ気をつけていかなきゃまずいぞこれ。とりあえず上から行ったら大丈夫なんだ。うっそーん、やられるんだルイージを。あ、いやいい、一人で行ったら多分だいぶ楽だぞ。オッケー、これアイテム取っていきたいけど、あー待って、ハンマーはまずい、ハンマーはまずい。オッケー、いいね、ゆっくり行こう、気をつけていきましょう。そしてこのアイテム、よし、アイテム取ってったら早く行けるぞ。オッケー、いいね。なんだこれ、このままジャンプしていくか。これ右じゃないのこれ、いいね。危ない危ない、これ右行ってオッケー。待って待って、走っていこう、もこれ走っていくか。うそ、マジか、ここで最悪だ、勝てるチャンスだったんだけどなこれ。いやいい、このまま走っていくか。あの子の、あの子ルイージが死ぬことを祈って。オッケー、よし、踏んで踏んでいこう。でこれは、これどうしよう、雲あるの、やったあった。そしてなるほど、そういうことか、よしで入る、オッケーよし、投げが効いたな、完全に投げが効いたな俺の。みんなでバトルももちろん面白いんだけど、やっぱタイマンでバトルもね面白いんだよね。そろそろ集まってきたから、今3ってなってるけど3人か、今度は何、今度徐々に増えていく感じで、ラストは4人みたいな。さっきのルイージじゃん、あのキノピオは。ザ・デザート・ベースメント、
よし、それじゃあ始めていきましょう。まあデザートってついてるから当然砂漠だよね。オッケー、いいで、上から行こうか俺は。オッケー、いいで。あっ俺マリオの手助けしちゃったよ。で、俺一番雑魚じゃん。俺一番後ろなんだけど。待って、危ない危ない、この亀吉は危ない。よし、タイムの下にハテナがいっぱいあるけど、あれどういうことなんだろう。このね、怪しくない？この下の土管なんかどうすればいい？これこれ針怖いんだよな。もしかして赤コインかなんか取らないけんのかな。8個あるか全部で。よし、このまま行こう。右の土管に入る。そしてあの30コインをいっぱい集めるみたいな、そういうことじゃないでしょう。関係ないか、やっぱこのまま右に行くか。じゃあ黄色の土管に入る。そしたら、あ、赤コインあるな、なんか。よし、オッケー。よし、このままこうするか。そしてもう一丁、ここでヒップドロップしなきゃいけない。オッケー。で、中間ポイント。あれ、キノピオ大丈夫なのかな、死なないのあれ。まあいいや、行こう。そしてこのままジャンプ、ジャンプの。オッケー。嘘、マジか。ちょっと待って、危ない。ここでキノコ欲しいな。よし、ナイス、ファイヤーフラワー。え、待って待って、これ思いっきし飛んでいいか。うそーん、スネークブロック新しくできないのかな。できるまでここで待っとくしかないよね。できないの、どうしようもないじゃんこれ。俺どうしようもなくないこれ。まあ負けたか。あのスネークブロックとかで先行かれたらもうおしまいだよね。よし、それじゃあこれでラストバトルにしようか。っていうか一番左、王様感やば、強そう、めっちゃバトルフィールド1-1。いいね、めっちゃかっこいいぞこれ。最後のステージにふさわしいんじゃないこれ。かっこいい、戦車じゃん形が。それで俺は右から行こうか。あ、入れない。あ、待って、降りすぎ降りすぎ、待って、うお、ビビった。マジかよ、このステージ難しいんじゃないか。でもね、ルイージ意外と早く行ってるよね。ガボンがいるわ、ガボンが。どうしよう、これ難しいな。待って待って待って、これほんと難しい。よし、中間ポイント、オッケー、いいね。このまんまボキャンでいくか。クッパクラウンよ。よし、このまま行ってっていいのかな。めっちゃあっけない最後の勝負。まあでも今日4人で戦うことがなかったな。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。今日4人で戦うことがなかったからちょっと寂しかったけど、マジでね、全然人集まんないんだよね。正月の昼間ぐらいにやってんだけど、なんでかな、みんなゲームしてないんかな。俺は学生の時はもう昼間ゲームばっかやってた気がするけどな。それじゃあみんなも目に気をつけてやってくださいね。それじゃあまたね。